皆さまこんにちは日興アセットマネジメント桜場です最近の金融市場の動向金利上昇とグロース株の関連性今年の主な予定についてお伝えします12月の株式市場はオミクロン株の感染拡大や米国で量的緩和の縮小ペース加速が決定されたことなどが下押し要因となったもののオミクロン株は 重症化リスクが低く、追加接種が感染防止に効果があると報告されたことや、米国の年末挑戦が好調との調査報告があったことなどが好感され、上昇しました。12月の米ドル円は、米国で量的緩和の縮小ペース加速が決定されたことや、米国の生産者物価指数が予想を上回り、失業率が低下したことなどを背景に、円安米ドル高となりました。 次は、金利上昇とグロース株の関連性です。主要中央銀行は、コロナ禍からの景気回復過程にある中、金融政策の正常化タイミングを探っています。特に注目される米国は、足元の労働市場の強さや需給不均衡によるインフレ圧力の高まりを踏まえ、今年3月の量的緩和終了を想定し、その後の利上げを視野に入れています。利上げ時期については、今年に入り、 FOMC ・米連邦公開市場委員会の参加者から3月利上げ開始に言及する発言が相次いでいますこのような環境下、米国の10年国債利回りは1.2%から1.4%程度から足元1.7%台の水準に上昇しました最近の米国株式市場を見ると金利上昇を受けて高 PER のハイテク関連などのグロース株が相対的に大きく下落しています これは、金利上昇時に将来稼ぐ利益を基にした理論株価を計算する際の割引率が高くなり、高 PER 銘柄に割高感が強まるとの見方が市場に広がったことにあるようです。一方で、景気回復を背景とした需要増による良いインフレで金利上昇したとも考えられます。良いインフレであれば、企業の将来の売上や利益も相応に高まることとなり、相安・グロース株の見直し買いが期待されます。 参考までに、2009年3月から2021年12月までの153ヶ月における日米それぞれの金利上昇と株価指数の騰落の関係を調べてみると、日米とも金利上昇時に7割以上の確率で株価が上昇し、グロース株の下落は3割以下という結果となりました。金利がほぼ横ばいの月を含んでいるとはいえ、過去の経験則からは金利上昇で株価が下がるとは一概に言えないようです。 最後は今年の主な予定から日本・米国・中国の注目イベントをご紹介します日本では7月に予定されている参議院議員選挙が注目されますコロナ対策や経済再生政策など岸田政権の運営が評価される選挙となり安定政権が確立できるかが焦点になります米国では11月8日の中間選挙が注目されます4年に一度ある大統領選挙の中間の年に実施され 現職大統領の2年間の仕事を評価するいわば新任投票の側面があります最近までのバイデン大統領の支持率を見ると昨年8月に支持と不支持が逆転しコロナ禍や物価上昇などへの対応も後手に回り低迷が続いています今回の選挙では上院議席数の約3分の1下院の全議席がそれぞれ改選され上下両院で過労死で過半数を占めるバイデン大統領を率いる民主党は 民主・共和党の支持率が拮抗する中厳しい選挙戦になりそうです中国では5年に1度の共産党大会が今週に開催されます州国家主席の異例ともいえる3期目続投が確実視されており党指導部人事が注目されます党大会ではスローガンとして掲げてきた国内の所得格差を縮める共同富裕の推進に重点が置かれるとみられますこのほか 6月にドイツで G7 主要7カ国の首脳会合が、10月にインドネシアで G20 主要20カ国の首脳会合が開催される予定です。以上、最近の金融市場の動向、金利上昇とグロース株の関連性、2022年の主な予定についてお伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。